どうも、正坂でーす。こんばんは。こんばんは。こちらの一戦をお届けいたします。いやー吉田麻也ワールドカップモードですね。嬉しいね。楽しみだね。どのぐらいいけるかね。あまり考えないし考えたくない。ちょっとね、死の組なんで、うん、まあ、一戦一戦がね、決勝戦みたいな感じだからね。確かに。ということで、今回はですね、おう、マサタカジャパンが、はい、マサとタカが相手のレベル、コンピューターレベルです、うん、一番最低のビギナーに何点入れられるか、はい、何点入れられるか、はい、これはなんかプレッシャーかかるねゴール入れられるか、うん、まあ、10点は入れたいなっていう。おう、うん、10分間の中で上げたね、ハードルを。私は10点。うん、そうね、まあ、ビギナーだからね。ビギナーね。ちょっともうレジェンドに慣れちゃってて、あ、襲いかかってくるイメージあるけど、そうね、多分一切ないからどんどん前行けるって。そっかそっかそっか。おそらくね、もしかしたらもしかしたら分かんないけどこれでね2対1とかあったらねやばいなちょっとね、ちょっと涙もんどだそれ、ね、うん、まあ、シュミットがね、シュミットがね、めちゃくちゃ止めてくれるかもしれない。期待してるよ。ちょっとタカちゃんが好きすぎてシュミットね、うん、たまらないですね。権田さんか川島さんなんですけど、うん、今日はシュミットでいきましょうちょっと何点入れるか、はい、やってみましょう。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来てるんですが、楽しみだな。そうです ね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作る、うん、長らくやってないからね。サイドバックもしっかり相手のサイドバックをマークしなければいけなくなる。そこにドリブルとか、やっぱり上手い選手がそこに配置されているので、まあ、いいね、リアルだね。センターから起点を作って得点の機会を作りたいということですね。うわ、ちょっとドリブルっぽい。え、全然いけるやん。まあ、どちらかというと攻撃的な形になるんですね。そこを抑えてくる。おお、ナイス。いいね、いいね。おお、かっこいい。南野、もうここしかないというコースをきっちり決め。やっぱり違うね。ね、ビギナー。うわー、シュートうまいな。プロだね。プロ。プロだね。プロだ、やっぱり。違うね。立ち上がり順調とも言える先制ゴールです。いや、目が覚める一発になりましたよね。これでさらに主導権が握りやすくなりましたしね。このまま順調だよ、これ。10点入りそうだ。10点ね。うん、目標10点。これはね。マサは。タカは。お、お、お、ドアン。お、お、ドアン。来た？チャンス来た。え、おー。おー、ナイス。危ない、まあ、ちょっとヒヤッとした。あえてのポストでしょ。うん、あえてのすごいね、あえてのポストからもね、素晴らしい、流し込むと安定感あるね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。ちょっと見てるんじゃない、ね、やっぱりうまいな。さあ、日本代表得点を重ね2対0という展開当たり前なんだけど、うん、おー、うまい。おい、おい、いいよ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 。なんか勇気が湧いてきたよね。なんかちょっとここ3試合ぐらいちょっとね、どぎつい試合ばっかりだったのに歯抜けた骨がね、骨が砕けた、骨が砕けた、まあ、ルカクに、イブラヒモビッチに、ロナウドに心の骨が砕けた、うん、ちょっと癒されてるわ今、うん、いや気持ちいいねこれね。こんなに気持ちいい試合ある最高だよ、うん、3対0と圧倒的な最高だよ、最高。サッカーでやっぱこうじゃないと人生楽勝だなこれ。なんかあれだねジェジェン、いいねね、20点ぐらいか。おお、左出してきたね、ルカクみたいな。
しっかり出してたイメージが共有できてないとこういうもらい方はできないですからね。ハードマーク相手にフェンダーが一歩対応できましたね。すごいね、さすがだね。こういう弱い相手に対してのハードマーク、ハードにゴールですからね。プロだね、さすがゴールですよね。すごいな、ビギナーってこんな感じなのね。大阪やんないからね、ビギナーなって。そうやったことないよね、うん、このゲームの主導権を完全に抑えています。嘘みたいな。これでこうやってさ、入るでしょ。え？え？外してくるとこがね、生えてるのね。うん、生えてる。生えてる。これ、ちょっとこれもう、あと1点でノルマ達成しちゃうから。タカちゃんの？いや、あの、マーちゃんの方の10点。うん、まだ5点だよ。だから、前半で5点でしょ。ああ、そうそう。うん、あえてのね、なるほどね、うん、パフォーマンス的なね。そう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 。サカイ、このボールをカットします。え？いけいけ。おお、すごいね。ディフェンスのものがタイプが違う。吉田、インターセプト。いわばもう俺らがイブラヒモビッチみたいな。おお、相手からしたらね、そうだね、ルカクだったりルカクだったり、うん、半々だよね、相手。そうだね、うん、白目白目できるんだろうね。あ、もうほんとこんな感じなんだろうな。楽しいなね。たまにはいいね、たまには、うん、あのたまには癒し、うん、ここは足を出して踏ん張ります。よかった。ちょっと辛すぎてさ、泣き出しそうなね、これはどうやらオフサイド、休憩必要なぐらい。朝起きたくなくなるからね、本当に。前半28分、夢の中でルカクを襲ってくる、追いかけてくるっていう、それぐらい本当きつかったわ、あれ。きつかったね、本当に。球の速度がね、1.5 倍みたいな。まだきついもん、ちょっと残ってるもんな。うん、あと味あるね。ほら。おどのボタンを押したか分かるようにしてほしいな。確かに。おお、すごいな。ルカクやんの。おお。おお、なんか激しいね。え、5点、大迫さんが入れてるの。あ、そうなんだ。すごいな。覚醒だね。覚醒してるね。うん。キモキだ。五点ってすごいな。五点。おお、投げ倒してた今。ルカクだ。ルカク。ルカク。出てますからね。止める大阪。シンプルな形ですけども狙ってなかなかできないですからね。見事ですね。そういうの止められちゃうんだね。ちょっとマウストゥーマウスかなかったけど。危なかったよ、ね。危なかった。止められないんだよね。おお、これすごいんじゃない？ちょっと、ちょっとなんか次の試合怖くなってきた、ね。この考えない。考えない。考えない。これはオフサイドです。ビギナーだよね、審判。そうね。うん、さすがに逃がしてくれる審判がビギナーね、うん、何しても OK みたいな。前半これからリスクを犯すいつかの試合だと相手が前がかりに出てきたらそこをつく程度でいいと思いますけどね。何だ、ここ拾って次に繋げたい日本。おお、南の大阪。おお、激しいボールの奪い合い。もうルカゴルーズボールからサイドを走る、裏へ出るか、素晴らしいパス、シュート。おお、大迫6点目、7点。怒涛の追加点。
大迫さんはすごいね。すごいね。フィーバーだね。大迫フィーバー。すごいね。ヘッドとヘッド。見たことないけどね。ないね。うん。また抜いたよね。抜いた抜いた。シュミットのまた。一体だけや。シュミットって名前。シュミットのまた。そうですね。お？危ない。抜けてくる。どうされた？チャンス来た。マルセイユターンできなかった。ああ。南野。おお。8-0 か。ね、すごいね。最初に南野決めて。うん。日本いいじゃん。ね、いいじゃん。本当に。マジで緊張だね。うん。ノルマまだと。本当に素晴らしいですね。見てね、見て。日本対日本。20点ぐらい欲しいけど。そこから本気出して。情報修正。どれだけできるかっていうね。そうね。そう。常にね、やっぱこう越していきたい、ね。上に上に。うん。どうする？中央上がってきます。吉田。これは吉田ありました。手鼻くじかれたけど。すごい勢いで。まあ、ええって言って落ち込んだね。今落ち込んだね。うん。調子よかったよね。それまでが本当嘘みたいな。不祥事みたいな。うら。おお、いいね。どんどこどんどん。どんどこだから。どんどこ。どんどこ行こうもん。素晴らしいプレーでしたね。やっぱ強いんだな。ね。意外にね。相手が相手だからね。うん。言うても。言うてもね。今のゴールシーン ちょっと落ち込むわ。落ち込むよね。うん。ちょっと落ち込むわ。やっぱもう、入るの前提になってきてるからね。そうそうそう。当たり前みたいな。うん、よくないね。確かに。お行儀悪いね。お行儀悪い。南野、今日2点目のゴールです。伊藤からのパス。え？え？ちょっと、ちょっと、ちょっとお行儀悪い。いいな、お行儀悪いって。好きだわ。さすがにね、点数はね、うん、知ってもないでしょ。さすがにね、シュミットだから。どっちも。ね。ここでファールがありました。へえー。いや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 。何何何。え？どれ？嘘でしょ。あれ審判ビビなやっぱ。今日あれじゃないの、あのプロテストみたいな。あーなるほどね。まずいでしょ、こういう試合でそれやっちゃうやっちゃったらね。伊藤から大迫、すごいね。切り込んでいく。あれなんか抜く予定だったんだけどな。あーなるほどね。ちょっとダメージ受けた。癒しのはずがね。そう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 。あれ当たり前みたいな。行儀悪いんだ。もう行儀悪い。大阪、遠藤、奪います。いいね。やばい。大阪。やばいとか一応あるからね。うん、右投げに。あれあれおお、ああ、もっとふわっとね。来てほしかったけど。ああいうとき、きつめないよね。なんでいつもの感じ出さないんだろうね。そうね。シュートはさ、あんなにふんわりなのにさ。シュートでちょうどいいかも。逆に。逆に。なんだよ、なんだよ、そのシュート。南野、吉田、流れを止めます。大阪に渡る。え、サコじゃん。サコ大阪。きついな。ノファール。すごいな。ノファールなのね。ノファール。ビギナーか。ビギナーか、絶対。ですね。しかし北澤さん、そうなると相手選手は来た来た。いや。おい。うえ。一応ノルマ。ねせ。素晴らしい。ありがとう。ここまで点差を広げるんでしょうか。よかったね今。ちょっと新しい。うん。いつもの感じで決めたみたいな。いつもの感じ。そう。焦らずにね。落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。
ポロッとしないんだよ、うん、ビギナー、ビギナーポロッとしてるわけだよね、うんうん、ポロリ自分で行く、おい、どんどこ行く、どんどこね、いや、いいから、ね、クリロナ見せよ、見せろな、ダメ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 、イエロー、イエロー長いね長いねゴールパフォーマンス何したかったんだ今、失敗行儀悪いね正しい、コメちゃん来た、めっちゃコメちゃん、この間バルセロナ、うん、フランクフルトにいるんですけど、ドイツの、うんうん、バルセロナと戦ったんですよ、うん、ユーロカップかな、はいはい、すごかったですよ、全然通用してた、すごいね、プラスに働くチームなんですよね、そうですね、でしょ、今シャビ監督なんでしょ、そうバルセロナは、なのに、なのに復調したのに、その相手に鎌田さんすごいんだなって、へえ、すごい、体も強いし、ディフェンスもうまいし、すごいなって、すごいね、まあ、だからね、それを活かせるね、フォーメーションで、ちょっと望んでほしいな、ね、みたいな、まあ、もうすごいね、日本の選手ね、あとはもう、まず監督次第みたいなところ出てきて、そうそうそう、ちょっともうそこだよね、うん、大丈夫かな、コロナかかっちゃって、そうミスになってたから、あら、あら。お行儀悪いわ、いやいや、そこもそこもお行どうしようもないでしょ、そこはもう、そっか、うん、そうだよね、あ、いや、わかんないけど、まあそうだと信じよう、うん、ね、まあそうだよな、監督だな、ドカーン、ドーン、え、あ、え、パンパン、ちょっと、選手帰ってきた、うん、疲れてきたでしょ、そうだね、もうなんかね、ちょっと浅野さんとか、あ、アスアーメン、カマちゃん、カマちゃんね、久保君とかね、いいね、いや、やった、長友、終わっちゃうけどね、激しいボールの奪い合い日本ここでファールをもらいます、大丈夫か、手元の時計3分を切っている状況、ね、お疲れ様です大変だろうね。そうね。おお、うん。プレスからボールがこぼれる。一点ぐらい入れたいな。あとね。浅野、インサイド上がっていく。オフサイドかな。なんか。オフサイドです。だって最初から上げてくると。そうだね。うん、何なんだろうね、うん。あるよね。ああいうの。ビギナーなんだろうな。ビギナーだね。うん、そういうの。キーパー前へ蹴り出します。見たんだろうね。有名な試合とかでそういうの。ああ。やりたかった、うん、そうそう、そういうもんかみたいな、おっ、そんなに止まってました、裏裏、これをカットします、遠藤、富安へ、うわ、いやー、もう行ってほしいな、もうチャンス、前が前、うそーらポロリしてくれたよ、ポロリ、最後にシュミットポロリ、いやー、11点。いや、素晴らしい。癒しでしたね。癒しでした。久しぶりの。いやー、嬉しい。ね。ありがとう。楽しかった。ね、うん。これがあるからやめられない。やめられない。ね。いや、今年のワールドカップ楽しみです。楽しみです。ご視聴ありがとうございました。